こんにちは、デリッシュキッチンです。チーズフォンデュトーストを作ります。ソーセージ2本は斜め半分に切ります。赤パプリカ4分の1個は1センチ幅に切りましょう。きゅうり2分の1本は棒状に切ります。8枚切りの食パン2枚を用意し、1枚目の食パンは内側を手で押してくぼませます。もう1枚は四角くくり抜きましょう。くり抜いた部分を縦4等分に切ります。アルミホイルを敷いた天板を用意し、食パン2枚を重ねておきます。くり抜いたパンを乗せ、ソーセージを乗せます。トースターでこんがりするまで5分ほど焼きましょう。フォンデュソースです。ピザ用チーズ 60g、 片栗粉小さじ1を加え、よく混ぜ合わせます。牛乳大さじ4を加え、混ぜましょう。ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで1分加熱します。再び混ぜ合わせ、ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで30秒。パンの器にソースを流し入れて完成です。具材をソースにつけてお召し上がりください。